はい、じゃあ最後北青山 D クリニックに関してちょっとお話しさせていただきたいと思います。ですね、まあ、こちら北青山 D クリニックの先端医療と書かせていただいているんですけど、まあ、これ今ちょっと夕方、夕暮れ、ちょっと少しあの黄昏の暗い中での写真になりますけれども、我々北青山 D クリニックが入っているアケラビルです。この1階、地下1階、5階、6階、そのフロアを利用して今あの医療の方を提供させていただいています。でこれはあの履歴、まあ、これ僭越です、これ私の履歴なんですけれども、2000年に北青山 D クリニックを開設しました。で遡りまして、1987年に、まあ、東大の理科三類とかに入学しまして、で93年に卒業をして、でその後第一外科、東大の第一外科という、これはあの消化器がん、胃がん、大腸がん、肝臓がんなどの消化器のがんを治療する、あとは血管、大動脈瘤ですとか、静脈疾患ですとか、動脈硬化症ですとか、そういう血管の病気を治療する科でした。でそこで研修をして、虎ノ門病院の麻酔科で引き続き勤務、これは外科医として必ず修練として積まなければいけない麻酔科の修練を虎ノ門病院で積ませていただきました。でその後臨床はお茶の水にある三楽病院、ここは当時非常に外科の症例が多くてですね、あの手術をほぼほぼ必要なものをあの経験させていただくことができました。まあ、ここの、まあ、今もうあの退官されてますけれども、当時の外科部長、まあ、院長先生が、まあ、私の外科医としての、キャリアをほぼ、ご指導いただいたと言っても過言ではない、それ非常に私にとって重要な病院です。でその後また東大に戻りまして、腫瘍外科、血管外科というところで勤務をして、で2000年にいろいろと事情があったんですけれども、あの独立開業をすることにしました。でその後医療法人化して、現在に至ると。で2010年からは、まあ、大学にまたちょっとあのお声をかけていただいて、一時非常勤講師として、まあ、10年ほどあのお手伝いをさせていただきました。で、まあ、これちょっとくどいので割愛しますが、これ私の臨床経験、いろいろ外科とか麻酔科とかあの手術も相応に経験を積ませていただいたという、そういうバックグラウンドをもとに、この北青山 D クリニックでは新しい医療としての日帰り手術ですとか、予防医療、やはりがん治療というのは限界があるので、早期発見、早期治療というのは全てであるというようなことから、予防に特化したような医療を展開したり、でさらに最近では、予防にいくら取り組んでも残念ながら抑えきれない進行した疾患というのもがんにはやはりありますし、その部分は標準治療の中で十分コントロールできていないというところもあるので、そこを補完するという意味で、がんの遺伝子療ですとか、本日お話しさせていただいた再生医療ですとか、そういうものに、積極的に取り組んでいるという状況です。で我々の D クリニックをいろいろあのサポートして支えてくれている先生方、まあ、これホームページから撮っているんですけれども、まあ、開業以来この池田先生、新先生、藤代先生、ずっともう20年にわたってずっと支えてくれています。まあ、途中から、まあ、泉先生、脳神経科の先生、各消化器内科の先生、消化外科の先生、まあ、そうですね、ごめんなさい、忘れました、金沢先生、これもあの私と同期なんですけれども、あの開業当初からずっとあの支えてくれています。こういう各医療機関でのいわゆる、主力メンバーとして機能していただいているような先生方、東大病院ですとか、他の大学病院ですとか、あとはがんセンター、がん研有明病院、JR 東京病院、NTT 関東病院などで機能していただいているような先生方がずっとあのこの D クリニックを支えてくださっています。ですのであのクリニック診療所のレベルなんですけれども、専門性の高い医療というのを提供できるような状況になっています。予防医療に付随してアンチエイジング医療という点では、皮膚科やこの形成外科の先生方の技術も非常にあの役に立って提供させていただいているという状況です。で日帰り手術や特徴としては、内視鏡検査を無痛で行う、あとはドックもありきたりのドックではなくて、血液採取によって RNA を調べる最先端ドックですとか、もちろん一般的な総合ドックも
提供させていただいているんですけれども、こういう先端的なドックというのも提供しています。あとは進行がんですとか、がんの再発予防やがんの発生を予防する超早期の治療という意味でも、遺伝子治療という体に負担のかからない治療を提供しています。で、繰り返しになりますが、再生医療、これを今新しい治療として取り組んでいると。で、これは日帰り手術の中で患者さんが多い、そのこれ特徴的な写真を今使わせていただいたんですけれども、こういう血管が壊れて静脈がこういう足に浮き上がって、足が痛かったりむくんだりだるかったり、こむら返りを起こしたりするような病状に対して、これ15分ぐらいのレーザー治療で、まあ、これすぐこのように治るわけじゃないんですけど、半年ぐらい経つとだん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 この膨らんだ血管が消えて、こういう正常な状態になってきます。こういう足に静脈のこの疾患によって潰瘍ができるケースもあるんですけれども、これも被害のレーザー治療で3ヶ月もするとこのようになります。で、満足度調査をした限りではもう非常に高い 90% 以上の方が満足されています。で、同じように日帰り手術の中にヘルニアのレーザー治療というのも行っています。椎間板ヘルニアというのはやっぱり手術に伴うリスクというのもあります。術後またすぐ再発してしまうという不安もあるし、手術の負担というのもあるんですけれども、レーザーによってほとんど、入院をせずに傷跡もつかずに日帰り治療することもできます。で、これもMRI でこの椎間板が飛び出したものがレーザーでこの部分を収縮させるという治療をするんですけれども、3ヶ月経つとこのように萎縮が見られて症状も軽減したと。これは40代の男性も同じように、1回のレーザー治療で4ヶ月後にこの修復しています。で、先ほどまで見たのはあれは腰椎なんですけど、これ首の頸椎、まあ、頸椎の疾患は複雑で単純ではないことが多いんですけれども、頸椎も同じように3ヶ月後に飛び出している部分が修復されるということが期待できます。で、腰椎、頸椎の椎間板ヘルニアのレーザー治療のことを PLDD と呼ぶんですけれども、これによって症状の改善度、まあ、これはですね、なかなかやはり椎間板ヘルニアというのは一筋縄ではなくて、まあ、90% 以上改善したというのが、まあ、44% の方、だいたい 90% ぐらい改善したというのが 16%、 80% というのは 13%、 だいたいこのあたりで、まあ、7、8割ぐらいの方ですかね。で、半分ぐらい改善したということを入れればもう8割以上の方が、まあ、改善している。だから、まあ、完璧ではないんですけれども、その体にダメージがなくて通院で治療ができるということから、まず手術を選択する前にこの治療というのを検討する意味は非常にあるのではないかというふうに我々考えています。まあ、治療の満足度もこれは保険診療ではないので、その辺治療費負担が大きいということから、治療に対する目は少し厳しいところはあるんですけれども、まあ、満足度もその先ほどの足の血管の病気と同じように比較的高い満足度が得られています。今度は内視鏡検査、胃カメラ、大腸ファイバー、これらは先ほどもちょっとお話したように無痛で苦しくないように行わせていただいているんですけど、これもほぼほぼ全員にアンケート調査していて、非常に楽だったっていうケースを回答として捉えると、もうほぼもう本当 99% ぐらいの方が胃カメラに関しては辛くなかった、大腸に関してももう 95% ぐらいの方が、まあ、ほぼほぼ許容、辛くなかったというようなことをおっしゃっていただいているので、内視鏡検査が辛くて受けられない方々には我々の方の内視鏡検査も一向の余地はあると思います。で、次にご紹介しているのはこれがんの遺伝子療法の対象疾患で、ほぼほぼがんの種類を問わず、まあ、胃がん、スキルス胃がん、膵臓がん、肺がん、大腸がん、症例数、治療件数というのを数え上げると、今現時点でも2000件以上の方々にこの遺伝子療法を行わせていただいているんですけれども、これもやはり進行した方々が多いので完全に治せるという約束はできないんですが、今までの医療のレベルでは考えられないような回復をきたすケースというのも出てきてますし、標準治療でも何もできないという方にも最後の治療を望みを持って受けていただくという点では提供する意味があるというふうに我々は解釈しています。これは一つの55歳の男性、スキルス胃がんと診断された方の例なんですけど、これ遺伝子療で、まあ、この方はもう本当に劇的に回復した例で、もうほぼほぼスキルスが消えてしまったという例も経験はしています。
この乳がんの方、この方は乳腺を絶対手術したくないと、これはまあ手術で根治できるレベルでしたので、我々も標準治療としての手術治療をご提案したんですが、もう絶対に手術はしたくないということで、遺伝子治療でもうほぼほぼ消えて、まあ、これ2017年の7月がこれ最後の写真になってますけど、今現時点で基本的には病状はほぼ消失したままになっています。でこの方は悪性組織性組織球症、悪性繊維性組織球症、いわゆるこれ難性の肉腫なんですね。これちょっと写真の位置がずれているので分かりにくいかもしれないんですけど、これ肘のあたりの像で、この黒っぽいのこれ骨なんですよね。でここに白く膨らんで見えるのがこれが肉腫です。でこの方はもう何度も手術をして再発をきたして、次は右の腕を全部切除しなければいけない、腕をなくさなければいけないというところで治療を躊躇していました。でもしかしたら遺伝子治療で治せるのではないかという期待で我々の方に相談にいらして、実際に治療を取り組んでみましたら、1年ほどかかりましたが、この病変がほぼほぼなくなりました。この MRI 画像を見た放射線科医の読影は、こちらを治療前、こちらを手術によって切除した後というふうに読んできました。遺伝子をやったということをその放射線科医にお知らしなかったので、やむを得ない読影だったと思うんですけど、すなわち手術で取ったかのように消えてしまったという状態まで遺伝子が効果をきたした例です。これも非常に劇的なケース で、この方も今もう3年これ以降経過してますが、再発を認めておりません。まあ、このように劇的な治療効果が出た例をこのようにご案内しているので、皆さん全ての疾患がこのように治るというふうに誤解されることもあるんですけど、まだまだちょっと遺伝子療法も課題もありますし限界もあるんですが、ただ難治性のそのがんに関して治療を前向きに捉えられている方々には、取り組み意味のある意義のある治療だというふうに思っています。まあ、以上簡単ですが、当院で行っている先端治療の概略も最後追加させていただきました。まあ、時々書籍も出版してますので、本当にこれもご興味のある方にはぜひお見通しいただければ幸いです。まあ、本日は本当に長い間ご苦労様でした。また何かありましたらお気軽にお声掛けください。引き続きよろしくお願いいたします。